本日はお忙しい中、また一日お疲れのところ、たくさんの皆様にご来場いただきました。本当にありがとうございます。さあ、本日の演説会は会場の皆様との距離をしっかり保っておりますので、マスクを外して会を進めてまいります。それではただいまから小野田君個人演説会を始めてまいります。それでは早速ですが、本日ご公務が大変お忙しい中を小野田君のためにここ岡山へ応援に駆けつけていただきました元内閣総理大臣衆議院議員安倍晋三様お見えでございますので、それでは早速ですが、皆さんこんばんは。ご紹介いただきました安倍晋三でございます。今日は飛行機の関係で、すいません、一番最初にトップバッターで話をさせていただきたいと思いますが、今日は七夕、晴れましたよね。やっとオリジンに会いに来ることができました。飛行機は私一人だと思ったんですが、昼間には岸田総理が小野田さんの応援に駆けつけました。ということは大変厳しい情勢だということを皆さんにお伝えをしたいと思います。この一戦、まさに自由民主党の名誉がかかっている戦いだろうと、そう思ってます。保守党たる自民党、絶対にこの選挙圧倒的に勝たなければなりません。そのことにあって初めて日本を守っていく、この政策を強力に推し進めていくことが可能となります。小野田さん、本当に頑張っていると思います。小野田さんというのは思い切りがいいですね。思い切りが良くて、そして、潔い、度胸もあります。度胸がありすぎるということを言う人がいるぐらいでありますが、やっぱり皆さん、こういう政治家が日本に必要じゃないでしょうか。皆さん、彼女は、いろんな面でいろんな分野で活躍をしていって、くれています。例えばですね、マイナンバーカードに健康保険証を紐付けする、こういうことも地道にやってきたのも小野田さんで、ありますし、西日本豪雨被災地大変な被害が岡山県でも出ました。利水ダムの汚染放流をしっかりとちゃんとやっていくべきだということをずっと言ってきたのも小野田さんで、あります。そしてまた、安倍政権自体にですね、離婚後のお子さんの養育費、なかなかこうちゃんと払ってもらえないということが大変多い、ちゃんと養育費を確保していくことがこの子どもの貧困をなくしていくことにつながっていく、この提言をしてくれたのも小野田さんで、あります。小野田さんはいろんな面で活躍をしていますし、もちろん、国会における質問、多くの方 YouTube を通して見ていただいたのではないのかなと思いますが、すごいですよね。中国人留学生はアルバイトをした収入は税金かかんないけど、日本人の学生はかかって、これおかしいじゃないかと、よく考えてみると確かにおかしい。でこの小野田さんの質問によって、政府も、変えることを、決めました。このように小野田さんというのはいろんな面において、大変な活躍をしているということをどうか皆さんに知っていただきたいと、こう思います。そして、小野田さんはどういう政治家かということを一言で言いたいと思いますが、政治家にはいろんなタイプがあります。党人派と官僚派っていう分け方もあるでしょう。あるいは政策派と政局派っていう分け方もありますが、私はよく言うんですが、戦う政治家と戦わない政治家、戦わない政治家っていうのは安倍さんが言ってることはよくわかるけど、今回は我慢したらどうかっていうのが、いわば戦わない政治家でありますが、まさに小野田さんは正真正銘の戦う政治家であります。だからこそ私も今日この場に立っていただきます。小野さんが今大変厳しい戦いを強いられています。相手は無所属なんですね。無所属だけど、おそらく選挙終わったら私は立憲民主党入るんだと思いますよ。でもそれ恥ずかしくて言えないから無所属になったのかなと、こう思います。皆さん、そういう候補者に我々国政を、そして岡山県の未来を託すわけにはいかないじゃないですか。しっかりと言うべきことは言っていく、確かな理念と信念、それを国民の皆さんにぶつけていく、この小野田さんにぜひとも勝ち抜いてもらわなければならないと、こう思います。現在ウクライナに対するロシアの侵略が続いている中において、物
かだかな問題があります。今日おそらくお昼に岸田総理の話をされたんではないのかなと思いますが、ガソリンが普通であれば210円になるところを私たちはなんとか170円に抑え込んでいますし、小麦も大きく値上がりをしていますが、この小麦の値上がりを抑え込んでいく上においてですね、やっぱり私たちはさまざまな政策を駆使をしながら世界の相場急上昇しているんですが、それを2割3割なんとか抑え込むことができています。こうしたことをしっかりと進めながら皆さんの生活を私たちは必ず支え抜いていきますし、5兆円の予備費があります。この予備費を駆使をしながら生活支えながら仕事場も支えていく、さらにはこの選挙勝ち抜いて秋には臨時国会があって、これからいよいよ日本の経済も反転攻勢をしていく、そして若い皆さんにとってしっかりと働く場所が確保される、その経済を作っていくために思い切った我々は財政支出、積極的な財政支出をしないといけないと、こう思っています。そのためにも、我々がですね、しっかりと実績を得て力を得ることが求められていると思います。そして今この瞬間にもロシアのウクライナに対する侵略がついている、国を守るために命を懸けて戦っているウクライナの人々から私たちが何を学び取ることができるか、皆さんやっぱり私たちの国を守っていくのは私たち自身の責任なんです。私たちが努力をしなければ日本の領土領海領空そして誇りを守り抜いていくことはできないんです。だからこそ努力をしていく、同時に日本一国では私たちの国を守り抜いていくことはできない。世界中そうですね。ウクライナとロシア軍事力には大きな差があった、だから簡単に侵略できるとプーチン大統領は考えた。でももしウクライナが NATO に加盟できていたらロシアは手を出すことができなかった。ロシア対ウクライナではなくてロシア対 NATO、 30カ国あって最強の国、米国も入っているからやめとこうということになるんですね。だからはるかにウクライナよりも小さなラトビアとかバルト三国にもロシアは手を出すことができない。そこでスウェーデンやあるいはフィンランドも NATO に入りたいと言っている。翻って日本はどうでしょうか。日本の同盟国は世界最強の国米国です。だからこそ7年前に平和安全法制を制定をして日本とアメリカは助け合える同盟に変わりました。助け合える同盟になったことで同盟の絆は当然強まった。どうも皆さんこれ考えていただきたい。やっぱり自分の国は自分で守っていくという努力をしなければいけない。努力をしない国のために手を差し伸べる、共に戦ってくれる国は世界中探したってどこにもないんです。であるからこそ NATO においては30カ国例外なく GDP 比軍事力軍事費を 2% 負担しますよということを約束し合って実行しようとしているんです。それが信頼の絆となり同盟の強さになっていく。アメリカは日本を守るために戦う、でも戦うアメリカの兵士にも家族がいる、恋人もいるでしょう。愛する人が日本のために戦うことをアメリカの国民が理解しなければ同盟もただの紙切れになってしまうんです。だからこそ今こそしっかりと日本は国家意思として防衛費を増やしていく、その意思を示さなければいけないと我々はそう決意をしている。少なくとも自由民主党はしっかりとそう決意をしているんです。この選挙を通じてこの決意を示していこうではありませんか。そして同時に日本だけではなくて、そしてアメリカだけではなくてドイツやフランスやイギリスやあるいはオランダやベルギーや豪州やインドやカナダ、日本と志を同じくする国々、この日本の近海において共同演習をしながらこの地域をしっかりと守っていこうという意思を示しています。これが皆さん抑止力になっていく。抑止力っていうのは戦争をする力ではありません。戦争を止める力になります。だからこそ私たちはしっかりとこの抑止力を得て子どもたちの未来を守っていきたい、こう決意をしています。残り2分という表示が出ましたので最後に憲法について話をさせていただきたいと思います。ウクライナを守るために必死で戦っているのはウクライナ軍の皆さんですね。そして日本を守るために戦うのは自衛隊の皆さんです。彼らが命を懸けて戦う、あの大災害の時にも命を懸けて
国民の生活を守ってきたのは自衛隊の皆さんではないでしょうか。でも残念ながら憲法に自衛隊明記されていませんから、多くの憲法学者は憲法違反だと言っている。共産党の C さんも憲法違反だって言ってますよね。しかし C さん、いざという時にはどうするんですかと聞いたら、その時には自衛隊に頑張ってもらうと言って、これおかしいじゃありませんか。でも多くの憲法学者がそう言っている以上、意見論争があり、ほとんどの教科書にはその記述があります。災害に際して命を懸けて国民の生活を守っている自衛隊の皆さんの子どもたちもこの教科書で学ばなければならない。皆さん、変えていこうではありませんか。今こそこの選挙を通じて私たちの意思を示して、本田さんの選挙を通じて私たちの意思を示そうではありませんか。そして皆さん、日本の未来を切り開いていこうではありませんか。この戦いがまさに日本を決める戦いになっている。日本中が注目をしているこの選挙区、本田美樹に大きな勝利を与えていただきますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。安倍先生、ありがとうございました。ここで安倍先生はこの後のご予定があるということで、ここでご退席でございます。皆さん、大きな拍手をお願いいたします。参議院議員選挙岡山選挙区自由民主党公認候補小野田君が、それではマイクを通しましてご挨拶をさせていただきます。しばらくご検討くださいます。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。暑い中お仕事をされてきた方、いろいろな用事があった方、本当にいろいろなご事情ある中で、こうして小野田君頑張れとこの場に駆けつけてくださいまして、本当にありがとうございます。18日間長い選挙戦も残りあと2日とわずかになりました。ちょうどお話にもありましたように、昨日はそして今日にかけて、4年前西日本豪雨災害がこの岡山、そして他の地域もですけども襲いました。私は瀬戸内市の奥町の蒸し上げというところの出身です。私の住んでいるところは本当に台風が直撃してもそよ風しか吹かんなぁと、雨も降らんなぁというような場所だったので、晴れの国岡山と言われる言葉の恩恵を多く受けている地域でございました。例えば地震があって母に、母さん、本当に食料とか用意しとった方がええよと。私東京で東日本大震災にあったので、本当に全部なくなるからね、コンビニとかスーパーから、本当にちゃんと自分の家族の分用意しておかなきゃダメだよって言っても、いつかやる、いつかやる、もう大丈夫よ、岡山じゃけって言うんですよ。これがやはり、晴れの国岡山という素晴らしさでもあり、まあ大丈夫とどこかで心の中で思っていた県民も多かったんだろうというふうに私は思います。本当につらい結果になり、そこから私たち自民党市町村議員の先生方、県議の先生方、首長さん方、そして国会議員の衆議院の先生や石井先生とともに、早急な補償とそして再度災害の防止、復旧復興、これに力を注ぎました。私が当選後2年後のことでした。本当にもう何から何まで初めてのことばかりで、でも目の前に苦しんでる方たちがたくさんいて、私もどこかで晴れの国岡山という言葉を過信していた自分を本当に悔しく思いました。たくさんの方が亡くなられたマビ、辛いことです。そうじゃもです。そして岡山県でも、この岡山県全体で一番公共の被害が大きかったのは実は高橋市というところでございました。その高橋市はちょうど、今日はいらっしゃってませんけれども、近藤市長がですね、その前の年に土砂災害が起きる危険性がある、砂防予算をつけてほしい、こことこことこことここに予算が欲しいというふうに言ってくださって、めでたく全ての箇所に予算がついていったんです。それでもその工事が始まる前にそこの土砂が崩れた。
悔しくて悔しくて、守れたはずの命や財産が守れなかった。これは本当に私たち国会議員が、そして政治に携わる全てのものが悔やんでも悔やみきれなかったことだと思います。だからこそ、まあ大丈夫じゃろうとか、いつかやろうという、そういう思いは放り捨てて、すぐにやる、万が一に備える、これを思いで国土強靭化を進めてきました。堤防の強化、そしてそれだけではダメです。堤防強化したって、そこに土砂がたまれば、水の量は、収められる水の量は変わりません。稼働掘削と樹木伐採、これは定期的に砂は積もりますから、定期的な予算の確保と事業が必要です。これもやらなくてはいけない。そして川だけでなく、先ほど言ったように砂防、岡山県は山がたくさんあります。土砂崩れも多く起きました。そういうところの予算をつけていくこと、そして南海トラフが万が一起きた時に、例えば小島湾の締め切り堤防の耐震化、これも急がなくてはいけない。それによって死者の想定が全く変わってくるんです。そして堤防の強化、他にも挙げたらキリがないほど、この防災減災やポンプの強化もですね、そういった国土強靭化に緊急3カ年、そしてその後の加速化5カ年と今自民党政権は一生懸命やってます。でもまだ足りないですよね。加速化5カ年で終わらせないように、失った命も財産も戻ってこないんだという思いのもとに、いつかあるかもしれない、老朽化しているところもある、必ず守る、その思いで我々自民党、これからもしっかりと財務省と戦いながら予算を確保していきたいというふうに思っております。県議の先生、市町村の皆様も本当にお力を貸していただきたい。よろしくお願いします。それと同時に、まあ大丈夫じゃろう、いつかはあるかもしれんけど、まあ大丈夫じゃろうと言われていることがありますよね。世界情勢を見たときに、まあ言うてもこの現代において、ロシアはウクライナに侵略はせんじゃろうと言われていたら、こうなりました。そして中国が香港を狙っとると言った時も、言うても香港はちょっと特別な場所だし、さすがに中国もそこまではしないでしょうとみんな思ってました。やりました。台湾だっていつどうなるかわからない。そして我々の国土、領土、領海、そこも常に今脅かされている状態です。その状態においても、まあそんなことはないじゃろう、憲法9条があれば大丈夫じゃろう、憲法9条が今まで日本を守ってきた、大丈夫じゃん、もうね、そのまあ大丈夫じゃろうは聞きたくないし、国会議員が言っちゃいけないことなんですよ。何もないようにするのが大事だから、安倍総理も抑止力のお話をされました。起こさないことが一番大事。でもその起こさないためには、やはりある程度の同盟であったり、防衛費の増量も増強も必要であって、そして起こさないためには、万が一何かあった時にでも国民を守れるという準備を必ずしておかなくてはいけないとも思っています。国民の皆様は普段考えたくないことだと思います。まさかそんなあんなウクライナの状態になったらなんて。だからこそ我々政治家が考えなきゃいけない。一つ一つ今日応援弁して来てくださった安倍総理は、その国民を守るための準備をしていらっしゃった方です。支持率がどれだけ下がるかと言われた平和安全法制、下がりましたね。政権が危ないんじゃないかとぐらい、それでも安倍総理はやり抜きました。特定秘密保護法、テロ等準備罪、いずれも今の日本、未来の日本を守るために必要な法律で、いつかはやらなきゃいけないってみんな思ってたんです。でもそうしたら政権が危ないから、支持率が下がるから、怖くて手を出せなかった。そこにしっかりと政治家安倍晋三先生は切り込んでくださった、一緒に戦ってくださった、国民を守るためです。そして北朝鮮の拉致問題もそうです。まだ拉致はないんだと言われてた時に、苦しんでいる被害者の家族がいらっしゃる時に、安倍総理は自民党の中でも黙れと言われながら、拉致問題はあるんだと、これを絶対解決するんだという強い主張を若い頃からされていらっしゃいました。安倍総理がおっしゃった、戦う政治家か戦わない政治家かというのは、多分そういうご自身の思いもあるんだと思います。私たち政治家は国民の皆様の代わりに剣となり盾となり、皆様の命、財産、そして平和と暮らしを守るのが仕事でございます。まだまだ日本にはやらなくてはいけないことがあります。憲法改正、これも今
野党時代の自民党の憲法改正草案がかなり歪曲した形で出回っていて、保守派の方たちからも憲法改正は危ないんだというような議論も広がっております。しかしながら今回自民党は4項目の改正案をしっかりお示ししています。10年前の憲法改正草案をもとに今やろうとしているのではない、まさにこの憲法改正の今実現本部でリーダーを務めていらっしゃる山下隆先生がおっしゃるんだから間違いないんです。山下先生のリーダーシップのもと、安倍総理おっしゃったように必要なことをしっかりやっていく、これを皆様からいただいた選挙の結果でしっかりを進めていきたい。そして私は日本の尊厳と国益を守る会の幹事でもあります。その中にはもう一つ、その中には外国人の土地規制法の問題と、もう一つやらなくてはいけないと掲げているものがあります。それはスパイ防止法です。これも絶対やらなきゃいけない。スパイ防止法に反対するのってスパイじゃないんですかって私は思うんですよ。ここだけ切り取られそうで嫌なんですけど、でも とにかくそういった今の日本にちょっと弱いな、脆いな、ここが危ないなと思っているところがあるのに、ハレーションを恐れてそれを前に進めることができないっていうのは、何のために皆様から自民党が議席をいただいているのか私は分からないと思ってるんです。だから戦いたい。今回のいろいろな選択、ハレーション起きてますけども、私にとってはそれもその一つです。日本の未来のために、皆様の必要な政策を前に進めるために圧勝しなければならないと安倍総理もおっしゃいました。そこまでのものを背負うというよりは、私は当たり前の思いでやったんですけれども、全国がそういう思いで見てくださっているならば、私たち自民党、高市早苗政調会長が作った政権公約、リーダーを取って作った政権公約がちゃんと果たしていけるように、皆様から自民党にしっかりとした支持をいただきたい。本当に皆様のお力が頼りです。今日ここで話すこと、余計あるんです。本当は思いは、この選挙戦回っていた時に、県北の方もそうですけども、今みんな田植えショールの中で一番目にする姿が多いのは草刈りです。暑い中皆さんこうやって草刈りされるんですよ。どうしても農地を守るためには、農業をやるためには必要な作業なんです。でもこの炎天下暑い中、おじいちゃんおばあちゃん頑張って草刈りされるんですよ。そうやって私たちの食料安全保障を維持してくれていて、国土を守ってくれてらっしゃる農家の方々が今苦しんでいる。農家の方をお金出しすぎだとか、規制がちょっと既得権なんじゃないかとか、いろいろ言われる方もいらっしゃるんですけれども、他の海外の国に比べて日本は農業に対してのお金の支援というのはかなり少ないです。その中で親から、その先祖から受け取った土地だからといって、一生懸命赤字になりながらも農地を守り、私たちの命をつなぐ食料を守ってくださっている方たちがいる。これも自民党として今逆行してるんじゃないかというお叱りをいただく政策もあるんですけれども、そういった声にしっかり耳を傾けて、皆様の食料安全保障を守っていける、国土を守っていける農業を絶対に応援していきたい。そして今日も大丈夫かな、ふにゃーっていうね、お子さんの声が聞こえたりしょうて、疲れとるとこ長いとこ大きい声でごめんなさいと思うんですが、お子さんたちのこともそうです。やっと子ども家庭庁が設立されますね。あれは応援のエールをいただきました。ふにゃーって言っていただきました。日本には少子化の中で苦しんでる子どもたちがたくさんいます。私自身も実は一人親の家庭で育っておりまして、2歳の時に父親が蒸発をしまして、そこから母が朝から夕方は正社員の仕事、夕方から深夜までは自宅で英語の塾をして、土日も朝から晩まで英語の塾をして私を育ててくれました、妹と。その時に母はいつも言ってたんです。着るものはいとこのお下がりとかしかもらってあげることしかできん、食べるものもまあ自分のところで作っとるから、農家だからそこをちょっとなんとかしようと、旅行とかも連れてってあげれ、じゃけど教育だけは借金をしてでも最高のものを受けさせてあげるから頑張りなさいと言って私を育ててくれました。おかげで本当に恵まれた環境で教育を受けさせてもらえて、今私はここに立てているんだと思っています。でもそういう状況にない子どもたちもたくさんいるんです。子どもは生まれる地域や生まれる家庭を選べません。幸せな地域、幸せな家庭、格差のない家庭、それが何よりだけれども、残念ながらそうならないこともある。そういった時に
家庭の問題は家庭の問題、子供のことは親が見ればいいだけでは救えない子供たちもいる。そこにもしっかりと手を差し伸べていきたい。そしてその家庭にもしっかりと手を差し伸べていきたい。自民党として子ども家庭庁を作ったところは、決して自民党は一部のお金持ちや強かったりする人のためだけの政党じゃなくて、この地にあまねく全ての人たちのための政党であるから、選挙権を持ってない子どもたちだって当然大事な大事な宝ですから、そこにしっかりと政策を向けていく、この問題にも取り組んできました。今一人親家庭の2組に1人が相対的貧困状況にあると言われています。2組に1人ですよ。コロナ禍でご飯が食べられない、今日のご飯がないと言って子ども食堂に来られる方たちがいるんです、この先進国日本において。でもまさかとは思いません。私はそういう人たちも見てきましたし、自分自身も一時期一人でワーキングパワーをしてた時に本当に食べられない時期があったので、そういう暮らしが本当にもう日常的にそういう思いをされている方がたくさんいるのもよくわかってます。その中で例えば一人親の問題、山下先生以前法務大臣をされていらっしゃいましたけれども、その時に法律を改正してくださって、離婚後に養育費、もう私の父親も払ってませんけれども、払わずに逃げている母親や父親の方たち、子供の8割が養育費を受け取れてない、その時に裁判所に情報を持ってなくて強制執行をしたくてもできないという仕組みになっている中で、山下先生のリーダーシップで第三者による情報取得手続きというものを裁判所で導入してくださって、これは困っている債権を債務名義を持っている方が調べてくださいと言ったら、裁判所が代わりに調べてくれるような新しい制度も作っていただきました。そしてその後を継いで私も法務大臣政務官になった時には、一人親の子どもの権利を守るプロジェクトチームというのを作って、この養育費確保の問題であるとか自治体のモデル事業を始めたり、またこの養育費だけの問題ではなくて面会交流の問題もそうなんです。今日も嫌な本当につらい事件がありました。別れた一人親のお母さんの内縁の夫が5歳の女の子の顔を殴って警察に呼ばれて病院に運ばれたと、日常的な虐待があったんじゃないかという報道もありました。こういう例もあります。いろいろな人が子どもたちを見る目を守っていくこと、この面で本当に合わせていい親御さんとはちゃんと面会交流をしていくこととか、子どもの利益、とにかく子どもの利益に資することを全てしていかなくてはいけない。まさに子ども真ん中、これが子ども庁、これも全力で進めてまいります。その他もコロナの今後とかエネルギーの自給率の問題とか言いたいことはいっぱいあるんですけれども、あっという間に喋ってると時間が経ってしまい、でもこの私が今申し上げた全ての問題、勝たなくては私自身がこの政策を前に進めていくことができないんです。広い岡山県27市町村を18日間で回る選挙、私が会える方、選挙カーを見る方、岡山県の多分たった数パーセントの方しかいないと思います。選挙やっとるかどうかもわからん、参議院って誰が勝るかわからん、見たこともねえし参議院っていらんじゃろという声も残念ながら聞きます。投票率 50% を切るかもしれない、それは辛いんです。私のような家柄がいいわけでもなく、田舎の育ちで雑種の雑草と言われている私がなぜ国会で発言力があるのか、それは私が偉いんじゃない、国会議員が偉いんじゃないんです。私の後ろに6年前皆様がくださった40万票を超える票があるから、小野田がやれと言ったことは40万人がやれと言ってるんだと思うから、霞が関が動き政治が動く、私に力を与えてくださることができるのは今日ここにおられる方々、そして岡山県民の皆様しかいないんです。その中で私は厳しい選択をしました。勝つことがゴールではありません。勝って日本を守るための政策をしなくてはいけないんです。だからこの選択です。皆様の力がどうしても必要なんです。分かってます。ネットでお祝いしてくださる方々も今ネットだけじゃダメなんだねと、じゃあ電話するよと昔のつてをたどって岡山県のお知り合いに県外から電話をかけてくださっている方もたくさんいる、本当に感謝しています。そういったお声掛けをぜひ広げていただけませんでしょうか。期日前投票にもう続々行かれています。もう入れたよという声もよく聞きます。多分でも半分以上の人はまだ全然選挙も意識してなく行くつもりもないという方もいると思います。そういう方々に小野田に一票預けようと、あいつに6年間票を預けてちゃんと俺たちの声を国政で代弁して戦わせよう、国を守る力をちゃんと渡そう、一緒に戦おう、この声をどうか広げていただけませんでしょうか。
今日もお仕事お疲れの中、立ち見の方もいらっしゃってわがままばかりです。選挙は迷惑かけてばかり。私が皆様のために働きたいのに、私のために皆様に何かをさせるのはすごく正直苦しいんですけど、必ずきちんと仕事で恩返しができるように頑張りますから、最後の最後まで力を貸してください。頑張ります。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。小野田知事が会長としまして、この選挙戦に対する今の思いを訴えさせていただきました。ありがとうございました。それではここで決勝決して頑張ろうコールも行います。それでは頑張ろうコールの音頭を取ります方をご紹介いたします。小野田知事後援会、花田優子後援会長です。ではお願いします。皆様こんばんは。後援会長の花田優子でございます。いつも小野田君を支えてくださり本当にありがとうございます。小野田さん本人が選び歩んでいる道はいつだって孤独で厳しい道のりです。誰にもできないことに挑戦するその姿に私はいつも勇気をもらいます。この日本と自由民主党の希望の星となると確信しております。そのためには圧倒的な態度で勝つことが必要だと考えております。小野田君はおごることなく、ひるむことなく、日本のため国民のために働きます。最後まで応援をどうぞよろしくお願いします。この会を活動コールで締めさせていただきたいと思います。皆様恐れ入りますが起立をお願いします。そして足を肩幅に広げていただきます。で、左手は腰に、右手は握り拳を作ってください。私が活動と言ったら皆さん活動、これを3回繰り返してください。それでは参ります。小野田君必勝を記念して活動活動。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんと心一つに活動コールで行いました。ありがとう。